そう、はい、ロン、あ、上にいいのね、はい、あ、じゃあこれ持ってきて、はい、うん、単葉一辺と一枚5200円です。あれ、あれってさ、これだけこんな、それは突然、あ、違う、どうなる、あります、皮が何個あるの、あります、今何匹やってるの、はいはい、オッケー、じゃあ一回そこに皮を、うん、よー、はい、師匠、幸せの形じゃないからダマですよね。ロン単葉をイーペードライチ5200円です。岡田さん、はい、役は言わないです。点数だけで、点数だけで、常識的なので覚えてます。はい、あ、そうです、わざとらしくわからないね。岡田さん、はい、ちょっと待って、行っていきます。あ、じゃあ、ここどうだったの、こっちか、ここかない、ここか、よっ、師匠、これは幸せなことないから大丈夫ですよね。ロン、単葉を一辺ドライチ5200点です。岡葉さん、はい、役は言わないで点数だけでいいの、常識だから覚えておいて。はい、はい、ここまで、はい、なんか初日に私ミーコはすごいまっすぐで、まっすぐまでは合ってたんですけど、全然単純じゃなかったです。え、結構すぐ気づきました。この子はすごく面倒くさい子だと思って手を焼かれました。やってみた感じと、そう、やってみて、やってみて、なんだろうな、ミーコが人に与える印象は多分まっすぐだと思うんですけど、その中が複雑すぎてっていうのになんか気づける余地をいただいて、いろんな方から、萩原さんもですし、手を焼いてますっていうことが起きてます楽しいです。ありがとうございます。なんか、うん、台本読めば読むほどミーコのこと考えれば考えるほど、違う、こういう子だっていうのが明るい人ほど、なんだろう、一面だけじゃないんだろうなと思うし、人間って難しいって感じですありがとうございます。あら、残念ね。そんな、展望はいいのよ、競技ルールなんだから。順位または別に1万点のマイナスよ。それからこの曲はノーカウントで続行。はい、宝生レイラー役の岡田です。無事にクランクアップしました。ありがとうございます。撮影期間的にはものすごく短かったんですけど、でもやっぱ普通のドラマと違って、麻雀でこう描かなきゃいけない部分とかがもうめちゃくちゃ大変で、本当一つ一つの所作だったりとかつながりとかが本当になんか皆さん、スタッフさんとかが一生懸命やってくれて、大変な部分もちゃんと麻雀のいい部分とかがちゃんと伝わってるんじゃないかなって思いました。私の2020年の目標が麻雀原作のドラマ化映画に出ることだったんですけど、それが、まあ、達成することができてすごく嬉しいんですけど、この作品を通して麻雀の面白さだったりとか、なんか麻雀っていろんなドラマがあったりとか本当に楽しいものなので、この作品を通してもっともっと麻雀好きな人が、たくさん増えたらいいなと思います。一緒に麻雀これからも楽しんでいきましょう。ありがとうございました。こんばんは。こんばんは。え、京子ちゃんは誰と？私は五条くんと。
しよう。はい、今井京子役の日比美琴です。私、麻雀が好きなんですけど、勉強中で点数計算とかもちょっと曖昧なところがあったりとか、まだまだたくさんなんかいろいろ麻雀を知って勉強したいなって思っていたので、なんかすっごく上手にできるわけじゃないからちょっと緊張していて不安だったんですけど、あの撮影は毎日麻雀をキャストの皆さんと打てて、美味しい差し入れもいっぱいあって本当にあのずっと楽しく撮影させていただきました。ありがとうございました。私麻雀プロなの。プロ？でも麻雀で勝ったことがないの。ああ！両面は幸せの形ですね。は？優勝は涙目プロです。麻雀を教えてください。え？両面は待ち合い8枚、延べ玉は6枚、かなり違う。いいんです、勝てたから。よくない。両面とカンちゃん弱いなと。2233とあれば3ピンからなきたくなる。先手、後傾、高得点、このうち2つが揃ったら乗せポンポン、いつもロンリーチ18000。岡場さんのチョンボですね。え？